UA 不審シナリオ、ウマ娘たちの動きがリアルすぎると話題に、に対するみんなの反応。もうキャプしてるから当たり前なんだけど、あまりにも動きがリアルすぎて笑ってしまった。素人の動きそのままで可愛い。慌てるラモーヌ可愛いな。どっか行ったボール追いかける動きが一流ですわね。可愛いラモねー。さては可愛いなこの人。ラモーヌちゃん苦手なんだねー。うららちゃんの方がボールへの反応いいのに笑う。UAF トレーニングもスタジオで見られるようにしてくれよ。無駄に凝ったモーションすぎる。ラモーヌちゃん私が見本見せよっか？できない人はできないことですから。素人感がすごい。こういう人いるよね。ラモーヌおばあちゃん。足が伸びきってる感じが下手くそ感すごい。リフティングは走るのとは全然違うスキルツリーだから。そもそもなんでレース競技者がこんなことするの？別競技の動きを取り入れてみて新しい体の使い方を学ぶのは割とあることじゃない？でもなんでこの人たちがチンコでやってるんだろ？うちのおかんみたいだ。モーションキャプチャーだとしてもリアルすぎない？上手い方ではなく下手の方ではこんな感じだわ、ってなるのすごいね。下手な人でもお客したのかな。ボールの動きがそれっぽすぎる。何やっても企画ものに見える。体育の俺かな？イベントで飛んできたボールにボレーを決めたことは思えない動きだな。最後のボール追いかける姿がもうおばちゃん。今回の練習のフォトスタジオ早く追加してくれ。フォトスタジオでできると思ってたけど、できなくて悲哀を感じたのは俺なんだよね。UAF の練習はフォトスタジオで見てみたいな、種類が多くて面白い。ご意見ご要望しなきゃ。披露して失敗する姿というよりこれは、ただの下手っぴ。今回のシナリオは育成よりもこういうモーションを試したかっただけなのでは。サッカー流行ってない時代の娘だからね、仕方ないね。スーッと暗くなってくのが哀愁を漂わせる。モーキャプがすごいのか再現がすごいのか。この下手なモーションがリアルすぎる。うちのおかんやん。運動音痴の愛のリフティング晒すのやめて。俺なんか一回が限界、下手すると最初の一回すら空振るぞ。手でドリブルだって難しいのに足であんなことできるわけないだろ。真に運動神経がないと片足立ちすらできないからな。ボールを当ててその上コントロールする必要があるから、リフティングは運動音痴的に理解不能な動きだぜ。相方がうららってのがいい味出してる。失敗したラモちゃんの頭をなでなでしてるうららちゃんに母性を見出して思わずぐっとうららを抱きしめちゃうラモちゃんと吠えって表情してるうららちゃんの画像ありませんか？かけ、かくのじゃ。15種類かけるにもモーション用意してるのやべえな。40レベル以上で大成功もあるから 15×3 だったわ。リフティングで夕方になるやつとか成功でも複数パターンない？みんな等しくヘッポコになれる要素が来て大変満足です。やっぱりベールを外したらおっさんがキャプチャーしてるのかな。再現のモーキャプは基本女性やで。骨格が違いすぎると調整が大変なので女性キャラは女性がやるのが基本。まあ昔は特撮スーツアクターは男の人が多かったしな。モーションキャプチャーの中の人の動き見てるとキャラの側をかぶせなくても動き自体可愛いんだなってのに改めて驚く。リフティング難しいからね、しょうがないね。スキップ版でも微妙に動きが変わってて、何度かレベルアップで動き変わるのか？ってなってた。パターンいくつかあるよな、なんでだ？潜るやつはタイム増えてたり、弓は構える矢の数が増えてたような気がした。どの練習にもラモーヌがいるだけで面白いのが卑怯だよ。メインとサポートどちらに回っても面白いのは本当にずるい。基本的には運動神経いいんだろうけど、走る以外の競技以外は全然ダメな娘もいるんだろうな。あのイチローも野球以外の球技は壊滅的にダメだと独白してるし、運動神経とかセンスも万能じゃないんだろうね。それにしてもラモさん面白い。見てると心がラモラモしてくる。練習モーション見ることをつい優先しちゃって、UAF の攻略が進まないの。最初の失敗なかったことにしようとしてるのがなんかリアルで初心者って感じ。こんなお方ですが、とあるイベントではどこからともなく飛んできたサッカーボールをノールックでボレーシュートします F。
休日に娘と遊ぶ運動音痴のお母さん定期。耳へにょってなるのかわいい。フォトスタジオで見たいわ、推しが練習失敗してるとこを見せてちょうだい。子供の少年サッカー教室についてって見てられないわ、私にボール貸しなさいって自信満々にリフティング始めるけど大失敗してく、意外と難しいわねってなってる若奥様。リフティング上手いラモさんとかラモーヌじゃなくてラモスになるから。今日の学食に J リーグカレーがあったのか。日本人ならお茶漬けやろ、とかいうラモさんはちょっと。トレーナーはアルシンドになっちゃうよ。テキパキ完璧にこなしてるより失敗の方がらしくて可愛い娘多すぎる。バスケのシュートに失敗した後で耳がスンってなるの好き。早速とプロちゃんでいろいろ見たよ。大きなボールが4つ飛び跳ねてて可愛い可愛いねー。フォトモードまだなんだよな。楽しそうなのばかりなのに。とりあえず情報集まるまではラークで本育成して、UAF はプレゼント集めに勤しもう。技能試験の期限そんなに長くないから注意ラモシンシナリオの見たよ。ラモーヌとパールだとママさんバレーみたいだな。リコちゃんで全失敗モーションみたい、見たくない？大事故のオンパレードやんけ。まずそもそも成功できるんですかね。今回のトレーニングは小さく可愛い馬娘がやると愛嬌爆発する。初めての相手として西野真を選んだ Y 大勝利。妹が良くない目で見てそう。色と競技レベルばっか見てたわい、反省。ポンコツラモーヌ概念という新たな壁が生まれてしまった。お前らラモーヌで遊ぶな。ちょっと中学の時の記憶とか蘇るんで勘弁してくれませんかね。こんなリフティングしかできない人は、体力満タンでもこうなると思うんだ。初めて見る練習モーションはスキップ解除とかもやってほしいなぁと思った。練習をゆっくり眺めたいけど眺めてると時間が、ほんま馬娘は時間泥棒やで。これは目白の面白い方のお嬢様。くっそどんくさいラモーヌかわいすぎる。バスケ失敗して耳絞るラモさんも可愛い。レース以外はポンコツ可愛い。オルフェイブルが来たら真っ先にこれ取ります。後ろで拍手して喜んだり退屈で地面に落書きしてる王様好き。我が見てやろうからの飽きて落書きしてるの好き。すごいすごいみたいな顔しててダメだった。その調子だぞ太きたみよ。なんて優しい目をするんだ。これもう王じゃなくてママでしょ。テンポの取り方がママなんだよね。ラークでフランス語に感心する王も見てみたい。一緒にトレーニングするだけで面白いのずるくないか。このゲームかっこいいキャラを作った上でそのキャラぶっ壊すモーションが多すぎる。馬娘の解説動画も上げてるので他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。